今度はクリー順調に進みますグレートステージが今収まろうというところさあ枠入り完了さあゲートオープン第11競争 JBC クラシックですまず先行争い何が行くかうちの方からシーキンザダイヤさらにユートピアがいきますユートピアが花をい目にいきますそして2番手シーキンザダイヤ外からナイキアディライトがいきますこの後ろからサカナトですサカナトが現在4番手それからこの後ろレイナ・ワルツがいきましてユーキャラット その後にはタイムパラドックスがいましてこの後ろからパーソナルラッシュその外側から三崎サイレンスちょっと沸きましてグレートステージがいますクイーン・オブ・クイーンその後ろからニューシー・ストーリーが続いてそれから4コーナーをカーブにかかろうというところでやりますさあ先頭花ばったのは1番のユートピアでやりますそして2番手の位置にはナイキアディライトがいましてうちにシーキング・ザ・ダイヤそしてこの後ろでやりますが内を通りましてレイナ・ワルツ外から行くのがサカラートでやります この後からパーソナルラッシュが行きましてうちに4番のタイムパラドックスあとユーキャラット、外に三崎サイレンス、その後がクイーン・オブ・クイーン、それからグレート・ステージと内ニューシー・ストリーが続いていますすでに線の標識は通過しまして1、2コーナー中ほど通過向こう上面に向かおうというところでやりますす先先頭頭はここででナナイイイイキキアアデディィララトトに変わっていまがす。 2番手に逆らうと3番手がユートピア、その外側にシーキングゾライヤ内を通ってレイナールツ差を詰めにかかります。外の方には外の方にはパーソナル脚がいる。そしてこの外からタイムパラドックスであります。前固まってまいりました。前の方固まってまいりました。さあ、ここで抜け出そうというのが。 内を通ってレイナ・ワルツ、レイナ・ワルツが内から先頭に立っています、レイナ・ワルツが先頭です、3、4コーナー中間点を過ぎようというところ、そしてこの後ろから坂のとさらに外からタイムパラドックスが追い上げてくる、タイムパラドックスも追い上げてくる、先頭は、先頭はレイナ・ワルツだ、レイナ・ワルツが先頭だ、さあ、あとはどうする、あとはどうする、外から外からタイムパラドックス、内を通って、内を通って、ユートピア、外からタイム,パラ,タイムパラドックス、かわした、かわした、タイムパラドックス。 意地で持ってきたタイムパラドックス竹豊そして一旦花を切ったんですが控えましたユートピアがまたいい足を見せて2番手かその後直線を向いたところ地元のレイナ・ワルツあわやというところを見せて。